真っ向勝負をしたら多分伊藤選手に、まあ、勝てる可能性はほぼないですよね。ないでしょうね。おお、気強いです ね。だけど今の伊藤町にはミラクルを起こす不思議な力を持っています。それがこの竹下幸之助戦で発揮できるかどうかです。あー、うわー、すごいバックフリーか。これ大野選手も止めた方がいいんじゃないですか。いやもう無理でしょう、ですから。まあ、ただあお、シングルマッチってあんまないんじゃないですかね。ないですね。ないですよね。ですよね。まあ、やっぱりこれは、まあ、特別なね、うん、そのドラマティック創成局個人部門選抜20名による、うん、まあ、組み合わせによって決められるカードなので。いやけどもし彼女が1位取ってた場合は、変な話、こう今日タイトルマッチでメインイベントがシングルやってたわけなんで、はい、やっぱもうね、DDT 総選挙出るにあたってそれぐらいの覚悟はあってのことだと思うんですけど、もちろんです。いやこれちょっと竹下相手にどれだけ食いつくのかっていうのは、うん、ちょっとね、投票してくれた皆さんに恩返しする部分も含めて、ここはちょっと爪痕は残さなきゃいけないところだと思うんですよ。そうですね。もしじゃあ伊藤ちゃんが応援してたね、うん、ファンが伊藤ちゃんが1位としたら、うん、今日のメインで佐々木大輔に挑戦してたわけですから。そうなんです。だからそのベルトがもしかすると取れたのか取れなかったのか、うん、またこの竹下戦である程度見えてくる部分はありますよね。そうですよね。はい。何やんの。おお、え、女王。まあ、竹下選手ね、松さん、もう容赦しない、一切手加減はしないって言ってました。って言ってました。ああ、やったけど、ああ、やられた。そうです、男にはこれがあります。金的。はい。僕も蹴られてね、切ったことありますよ。ちょっと待ってください。すいません、サッカーやってて、ね、どこで蹴られたんですか、ちなみに。サッカーやってて。サッカーやってて。サッカーやっぱ入るときあるんですよ。プライベートじゃなくて、本当良かったと思ってですね、今ドキドキしちゃいながら聞いちゃいましたけどね、今。リアクション早かったですね、大橋さん。まあ、8割塗ってますからね。スパイクで。スパイクだから。スパイクでね。ゾッとしますね、聞いただけで。お、あ、それをさせません。もうこのね、相手を、まあ、こうやって抑え捨てて、世界一可愛いのは伊藤ちゃんとやるのが彼女の定番ムーブだったんですが、それを拒絶していきます、竹下幸之助。ああ、徹底してる。痛えな。今落差多分 1.5 メートルぐらいありましたよね。相当上からだよ。しかも腰ですからね。腰はね。これも竹下選手は3カウントを取ろうと思えば、うん、多分取れるんでしょう、はい、痛ぶってますね。まあけどね、やっぱね、レスラーとしてはですね、やっぱこの試合を盛り上げるという使命感があるんで。なるほど。軽く持ち上げること、試合を盛り上げつつ干渉するのか、まあ、けどどう持っていくのか、本当腕の見せ所だと思いますよ。そうですね。何度となくチャンピオンも経験している竹下選手、若い選手ではありますが経験値はあります。これはある意味じゃあ竹下選手にとっても、いや、これは試練だと思いますよ、ぶっちゃけ。はい。おデッドリードライブ。まあこういったわずかな隙を伊藤真希はついていくしかありません。体格差を利用した攻撃、相手の体重を利用した攻撃をしていくしかないですよ、ね。あ、出た。根性。根性は10。根性10ですよね。はい、こう真ん中なんですか。石頭です。あ、石頭。はい、こう頭の部分が潰れててよくわかんない。そうそうそう、ああ。やっぱね、腰も痛いし、石頭で。伊藤ちゃん、非常に頭が硬いんですよ。頭蓋骨が厚いんです。重いんです。石頭をこう、ね、得意とする女性ってなかなかいないですから ね、一般的にはどうしても、ね、重心が上になってしまう。なるほど、はい。本当だ、来ましたよ。でもこれも竹下にとっては想定内か。いや、しかしまだ行くぞ。やばいですね、これ深夜の歌舞伎町にこういう人いないですか。大丈夫ですかね、これ。いますね。いますか。はい。あ、やばい。ああ、これはもうちょっと終わるかな、これ。おお、よっしゃ。いやいや、単語でね、つなげてるから、これ、はい、だから危なくないようにコーナーパッドを、ね。いくら、いくら石頭とはいえ、おお、いや、プロレスラー、ああ、竹下が食らってしまいました。墓穴を掘りましたね、これは。お、行くか。
もうこれやんないと気が済まないんでしょう ね、きっとですね。まあ、彼女がねポジティブになれる魔法の言葉ですから。あ、なるほど、はい、と頭に来たんでしょうか。あのベルトに効力はそんなないと思うんです、大丈夫です。あ、受けた。あー、あディリティ、あー、刺さった、刺さった、ね、やばい、結構アイアンマンのベルトボコボコしてるんですね、はい、あれ地味に痛いやつです、あれ。しかもあの過去にね、あの赤井幸選手やリリコさんがですね、あのデコったんでデコるたびにこう鋭利な刃物になってる、はい、ドンキとしての威力が増してったんで、はい、おお、さあこれ得意技の抱え込み式逆エビ固め、あー、さすがにいきません。バッスさん、やっぱ体重差ですね、やっぱりね、重いからね、なかなか回んないね、うん、いや、めげないぞ、出た、かわされた、硬いんだけどね、ね、頭はね、まだ石頭が生かされてないです ね、今のところ。でもやっぱ竹下選手もやっぱあの石頭は警戒してるんです、ね、してますね、やっぱ食らいたくないんでしょうね。え、ちょ、え、何、何すんだ、うわ、お、え、まさか、まさかむき出しのコーン、あーもうすごい、大橋選手もう嫌がることで技を成立させませんでした。すごいですね切り返さないですよ。いや、けどまだ諦めてない、あ、じゃあやっぱり活路を見出すのはこの石頭、ね、さらに本当に嫌だったんでしょうね。あー、ダメです、さすがに逆エビは持っていきません。あー、これは偶然、偶然、あ、石頭がチンコに当たるとあれですね、一番あれですね、はい、有効的な、やばい、これ大ダメージですよこれ。まだ竹下選手も若いんですけども、さすがに硬さでは伊藤真希にはかないません。おお、そのままエビ固め、おお、結構ニアゴールでしたよ今、やばいですねこれ。これ今ちょっと竹下あの力入んないじゃないですか、急所ダメージが思いのほか、はいはい、下半身に力が入りません。ああ、ああ、ああ、そして、あ、入った、さあ、ね、そのまま持っていけるか、体のサイズが違うので逆転も大変なんですよ。おお、持ってきましたね、体重かけてる、うん、ああ、まあ基本、あの基本技ではあるんですけども、うん、やっぱ伊藤選手にとってはこれ本当に重いでしょうね、竹下選手はもう一回り二回りぐらい違いますから ね、さあ、いや、しかし抱え込み式いくか、あー、出た、根性で当てた、抱え込み式、しかし竹下がプッシュアップ、決めさせません。これ多分ね、かけてる方も乳酸の話すると乳酸菌と間違える人いますけど乳酸いいことじゃないですかみたいな、はい、そうですね、いやだからね、もうこの後伊藤選手がやっぱ、あ、何、指を、あ、指はね、指立てちゃいけないですよ ね、これ生中継です、ああ、わあ、至近距離からビッグヘッドを叩き込みました。それでも立てる、ああ、それを止める、やばいですね、狂気じみてきましたよ、大丈夫ですか、これもある意味なんか、あの日曜のお昼時とは思えないような思えないですね、はい、やばい、光景になってまいりました、指が折られますこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、あああ、おお、おいおい、入ったぞ、やばいの入りましたこれ、大丈夫、出る、ナイン、さあ、おお、最後竹下に